の日興グループ、富士通、キリンビールとご覧の各社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。1974年世界の体操のシーズンインの大会としてスタートしたモスクワニュース杯国際体操は今年で8回目を迎えました。まあ、ソビエトの選手に例をとりますとネディ・キム、それからナタリア・シャポシニコワ、あるいはダビドワ、それからザハロワ、フィラトワ、こういった選手たちがスターになっていきました。今週のビッグスポーツはこの大会から女子種目別選手権をお届けしたいと思います。この大会の一つの興味は各種目にどんな新しい技が出るかというところなんですけれども、各国の選手たちの素晴らしい技に期待したいと思います。どうぞご覧ください。モスクワのスポーツパレス、種目別、それでは段違い平行棒からおなじみの池田恵子さんと一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて段違い平行棒、まずブルガリアのイワンカ・グラマチコワから見てまいりましょう。持ち点が 9.20 です。池田さん、シーズン開幕の大会ということ、それからもう一つですね、この大会運営ではソビエトは4審判の公開採点法を取り入れました。これは20年ぶりだそうですね。そうですね。でも日本ではもうすでに2年ぐらい前からやってますから、はい、そうですね、ソビエトにしてはちょっと遅いスタートですね。これは採点した方がいいんですよ、みんな公開した方が、はい、世界の流れということなんですね。心地よいと思いますかね、はい、これはムヒナがね最初に始めた思い出の種目ですね。そうでしたね。まあ、ムヒナ選手もだいぶ元気になったようです。はるかにムヒナよりいいですけどね、はい、やっぱり技はどんどん流れて上手くなっていくんですかね。持ち点が 9.20、 得点が 9.20 で合計 18.40、 ブルガリアのグラマチコワでした。ブルガリアはですね、今ソビエトでね合宿をやってるんですよ、はい、もう1年のほとんどがソビエトではないんでしょうか。そうですね、だからソビエトのいいところをね、はい、ピックアップして自分たちのものに着々としていってる、私は今年あたり相当上位にチームで食い込んでくるんではないかと思う。そうですね、はい、さあ日本代表をご覧いただきましょう。内田桂選手16歳、東京生まれで身長が今年は154センチです。高校2年生です。ちょっとやっぱり身長が伸びますとね、はい、かなり自分の体の扱い方が変わってくるんですね。でもこういう内田桂さんぐらいのね、非常になんていうんですかね、体の条件は素晴らしいですからね、はい、こういった選手がどんどん出てきて活躍してほしいですね。ここですね、足裏指示からの前方宙返りよりちょっと乱れましたけれども、この尻待ちで森尾舞子ちゃんに負けたような記憶があるんですね。全日本ジュニア、だからやっぱり選手というのは一回自分がミスしたところは神経質なぐらい練習してね、そしてこの次は二度と同じ失敗を繰り返さないということが非常に大事なことだと思うんですね、はい、この辺がちょっとまだ欲がないというんですかね、もう少し桂ちゃん欲出してほしいね、はい、得点が 8.50、 合計が 17.45 でした。ハンガリーのアンドレア・トラヤノス選手です。15歳です。成長しましたね。はい、ハンガリーのトライアノス、あるいはこの後コザック選手と、池田さんはジュニアの大会を通しておなじみですね。そうなんですよね、もうね13歳の頃から見てますでしょ、はい、やっぱりちょっと身長にまだこう身長が伸びてる今時期ですからね、それに負けてるというんですかね、うん、やっぱりこの13歳から15歳の間ですね、勝負は。先ほどの内田選手と同じように足裏指示からの前方宙返り。そうですね、はい、内容はほとんど去年から変わってませんね、だからまあこれで身長が伸びたのをどう今度克服していくかというところにね。そうなんですね、やはり悩んでんではないでしょうかね、本人自体この時期にね一番ジュニアは辞めたくなるんです、そこを精神的にね、コーチがどう支えて教育して引っ張っていってやるかというところ、これはもう日本でも同じことが言えるんです、女子の審判長はリュドミラ・素晴らしいおばさんになったですね、今回は女子の審判長を務めましたが、審判長ですか。先ほどのハンガリーのトラヤノスは 8.60、 合計が 17.50 でした。
代わってチェコスロバキアのマルティナ・コルツロワ選手です。総合では6位に入っています。マルティナ・コルツロワ持ち点が 8.95。 チェコ・ハンガリー、そしてブルガリアとですね、まあ、東欧勢の中では、まあ、ライバル国と言いますかね。そうですよね、チェコ・スロバキアもあと一歩何とかしたいというところでしょうね。前方宙返り、離れ技で飛び越しです。高いバーを飛び越しました。足裏支持から前方宙返り寄りです。やっぱり技がこれからはですね、飛び技、車輪系統、宙返り、こういったもので組み合わされてきますね、だからそれがたくさんバーから離れるものが多いほどやはりね、そうですね、技的には賑やかですし ね、いい構成と言えるようになってくるんでしょうね、だけど苦しいですね、これからの選手は。だから相当体重を気にしてるんじゃないでしょうかね、得点が 9.35 でポルツラーは 18.30 でした。ハンガリーのアンドレア・コザク選手です。コザク選手も大きくなりましたね。15歳になりました、持ち点が 9.05 です。シタルダーからちょっとスピードが鈍っていますが、この辺りいかがですか。少し出足が悪かったですね。これ後々まで響くとダメなんですけどが、うまく乗り切ってますね。あ、ここは新しく勉強してきましたね。一つ、小崎選手は一つ成長したものを入れましたね、折り技に特徴がありました。なかなかいいですよ、ハンガリーのアンドレア・コザク、得点が 8.85、 合計が 17.90 です。個人総合の得点が持ち点になりますが、段違い平行棒は個人総合優勝のアラミスニックが 9.85 で持ち点トップ、ナタリア・イリエンコ、このイリエンコが持ち点で続いています。ソビエトはこのナタリア・イリエンコに期待してるんではないんでしょうかね。そうですね、15歳でまた今年身長が2センチ伸びて150センチです ね。今一番難しい時期にみんな13歳でスタートしたあの選手はね、その時期にぶつかってるんですね、実は個人総合2位なんですが、この段違い平行棒はこの入りの技にですね、失敗したんですね。やっぱりエースとして育てようとしてる気持ちが分かりますね。そうですね、今のようにやれば優勝したんじゃないですか。そうですね、ご覧いただきましょう、ロイター版を利用してね、大阪でもって入るこの種目、2年くらい前から日本でもかなりジュニアの子どもたちが挑戦してますね、この種目別では成功しましたイリエンコ、得点が 9.80、 高い得点が出ました。合計が 19.00 です。個人総合ニュース杯の女王、新生のアラミスニックです。まだ14歳です。さあ途中のトカチェフ、背面車輪からのデルチェフ、離れ技の連続に注目してください。持ち点は 9.85 でトップですから 9.20 以上で優勝です。そうするとまた新しい女王が出てきたですね、まずトカチェフ、これは難しいですね、デルチェフが入りました、フィニッシュは抱え込みの2回宙返り、もう言うことなしですね、
今年やるだろうと予想された技が全部組み込まれてるってことは、はい、もう素晴らしいと思いますね。まあ、男子の鉄棒の技が2つ、そうですね、しかも連続で使われていますね。なかなかそれで最後2回回って降りるというのは相当スタミナがいるんですよね。そうですか、はい、アラミスニックは 9.80 が出ました。高い得点です。アラミスニックが段違い平行棒に優勝です。合計得点が 19.65。 段違い平行棒の優勝はアラミスニックでした。まあ、これから楽しみな選手ですね。ムヒナ選手に似てませんか、ちょっと。あ、そうですね、はいはい、ご覧のように優勝がアラミスニック、2位がイリエンコ、3位ブルガリアのグラマチコワ、内田桂選手は7位でした。この後跳馬をご覧いただきましょう。合計得点が 18.05 です。チェコスロバキアのマルティナ・ポルツロワです。持ち点が 9.35 です。1回目なかなか見たことでしたね。新進塚原、はい、ポルツロワさんっていうのは身長がある割にはですね、はい、非常にあのスピードとバネを持ってるんですね、だから私はやっぱりチェコスロバキアのこれからのエースとしてずっとみんなを引っ張っていくんではないかと思いますね。あ、そうですね、はい、今の1回目新進塚原飛び、いいですね。よく後半ね飛躍してます。得点が 9.30 です。種目別は2本違った飛び方、この2本の平均が得点になります。女子の跳馬です。1回目は新進の塚原でした。塚原さんにひねりが入りましたね、はい、あのどちらかというと着地はこちらの方がいいんではないかと思うんです。だから今年、ずっと見てますとね、はい、あの出たての前転跳びからの前方宙返りが消えてますね。あ、そうですね、はい、やはりこれの方がどちらかというとよく早く見えますしね、ひねりながら床が見えますからね、はい、9.35 が出ました。得点が 9.325 で合計は 18.675 です。跳馬の持ち点がトップのソビエトナタリア・イリエンコです。持ち点は 9.45 です。前転跳び前方宙返りにひねりが入りました。2分の1ひねりです。かなり難しい種目ですね、これもちょっと振り上げが弱いですね、ここのところ、はい、ね、しかしですね、もうこれに宙返り前方宙返りでわって言ってたのが今度これにひねりが加わってきたというんですからね、本当に技は一日も動いてるという感じがしますね。得点はそう伸びませんでしたが 9.05 です。イリエンコの1回目、1回目のあの飛び方が成功したらかなりいい点が出ますね。そうですね、はい、2回目です。難しいの挑戦したんですね。そうなんですね、はい、2回目は新進塚原飛びでした。あの飛び方にもいろいろあるんですけどね、はい、あの2回目に難しいのを持ってきて、1回目に優しいのをやるとかね、これ選手の精神状態でいろいろあると思うんですけど、まあ、作戦もあるんですけどね。わずかに左足流れましたが、いい得点が出ました。 9.50 です。合計得点 18.725。 まずこのイリエンコがリードしています。この選手がソビエトのタチアナ・フロロワ、イリエンコに次いで持ち点で2位です。13歳、です。綺麗な新進塚原ですね。思えないような技ですね。身長が138センチ、
今のスローモーションですが綺麗にご覧のように、ね、足先まで、ね、伸びて頭の部分もぐーんと伸びました。1回目は 9.55、 いい得点が出ています。イリエンコが合計 18.725 ですから平均点が 9.325 以上で優勝です。跳馬の着地のところにあのラインを前引いてましたでしょ、はい、あれがあの小さい選手と大きい選手とではね、あのなんていうんですかね、損得があるというので取ったんですこのラインは。なるほど、はい、はあ、2回目はひねりがこれはスパートにひねりが入りました、はい、伸身の塚原にひねりというのは、これはねかなり去年あたりから皆さん挑戦してたんですけどね、成功率は少なかったんですよ、はい、もう完全にこなしてますね。これは相当いい得点出るんではないでしょうか、はい、いいですよ、なかなかほとんども完成してますね、わずかに着地に乱れがありますが、これは内容から言いまして大変に難しい技です、はいはい、得点が 9.85、 このタチアナ・フロロワが合計得点 19.10 で優勝です。2位がソビエト・イリエンコ、3位がチェコスロバキアのポルツロワが入りました。ハンガリーのアンドレア・コザック選手です。まあ、ハンガリーといいますとナショナルチームはフランデル、あるいはシャーニー、いずれもですね、なんかこうボーイッシュな選手が多いんですか。そうですね、みんなあの同期の桜といったところですね。小崎選手も15歳です。持ち点が 9.30 です。昔からこの平均台は強かったんですね、いつもあの私とね銅メダルを分かち合ったのが一人ハンガリーにいたんですけどね、はい、ハンガリーはやっぱりかなりこの平均台には自信持ってるんですね、伝統があるんですね、はい、非常にあのこう見てましても、ね、正確ですね、はい、やることが丁寧というんですかね、こういうところはやはり見習った方がいいですね。運動を入れてますね、あのうんとこう自分の特徴をこの辺りで出してる、柔軟な子は柔軟な特徴を出す、はい、ジャンプ力のある子はジャンプ力っていうふうに特徴を出すところにこの自由問題のいいところがあるんですね、はい、フィニッシュは1回ひねり寄りですが、ハンガリーのアンドレア・コザック持ち点が 9.3 で、これは途中の部分後転飛び伸身の宙返りですね、綺麗に軸が決まっていました。特徴としたらあの全部あのこうアクロバットシリーズからそのまま宙返りへつながって降りてるというのが、あ、そうですね、あのこの種目別の今ずっとブルガリアの選手もそうですけどもね、あの切れてない、はい、その辺に一つ進歩した難しさが、あのこの大会は出てるという気がしますね。得点が 9.25 でした。代わってソビエトのアラ・ミスニクです。14歳、137cm です。あ、倒立の回転、もう倒立というのはあの体操競技は基本ですからね、そして片手倒立、1分や2分止まらなくてはいけないんですね、はあ、体操は7歳から始めましたので今年14歳ですから7年、そうですね、もう長いからベテランになるんですね、もうだけどもベテランです。あ、すごいですね、連続の後転跳びからの伸身の後方宙返りですからね、そしてスピードがありますね、はい、あれがあの昨年まではですね後転跳びが3つ連続だったんですが、はい、今年は後転跳びが2つで1つ宙返りになってきたという、今の後方宙返りの高さいかがですか。高いです、床でやるのと同じです、このミスニック選手は平均台が強いところに
ちょっと他の選手と違った強みが出てくるという感じがしますね。下り技はあっと、個人総合選手権の時にも同じように尻餅をついたんですが、まあ、しかし技の内容がありました。尻餅ついても惜しくないというような感じがしましたね。高いですね。宙返りの質がもう全然違いますね。今まで宙返りをすればいいという感じだったのが、今度は宙返りのもう一つ上の、ね、質を狙ってきたという、そういった素晴らしい演技ですね。そうですね、得点が 9.25、 合計得点は 18.65 です。アラ・ミスニック、なかなかいい演技を見せてくれましたが、代わって東ドイツのアネット・リンドナーです。東ドイツのハールの出身です。身長が139センチ、まあ、ちょっと言いますとグナークに似てますね。そうですね、やはりそういったタイプの子供たちがみんな出てくるんですかね、はい、さあ入り技はロイターバーンを使って前方宙返りで入りました。持ち点が 9.45。宙返り、もうちょっとソビエトのミスニックとは対照的な演技ですね、はい、はい、今の後方ブリッジなどは非常に難しいブリッジですね、途中から2分の1ひねって後方ブリッジに入っていく、ね、フィニッシュは抱え込みの2回宙返りでした。最初は入ったのは宙返りなので飛び込み前転だったですね、はあ、宙返りに見えましたか三浦さん。あ、入りの技ですね。そのくらい上手かったんですよ。なかなか正確で、はい、いい演技をやってくれましたね、はいはい、得点が 9.25、 合計得点は 18.70 でした。さあこの平均台ではこのイリエンコが持ち点でトップです。 9.65。ここは新しい技ですね、はい、非常に面白いコンビネーションでした、これはもう人がやってないからかなり独創っていうんですかね、はい、その辺で理事校でしょうね。キビキビとした中に美しさがあるというところがこのイリエンコの特徴ですね。そうですね、身長が150センチなんですが、はい、手足がすらりとこう長い、そうですね、そういった特徴を上半身だけ見てますと床でやってるようなね、やっぱりそういう印象っていうのは非常に大事なんです。今足でリズムを取りましたが、はいはい、全体のこう流れにつながってるようですね、通ってる感じがしましたが、はい、もう床と同じ感覚で上でやってるですね。そうですね、はい、ナタリア・イリエンコ得点が 9.80、 いい得点が出ました。このナタリア・イリエンコが優勝です。合計得点が 19.45、 イリエンコが平均台を制しました。
やっと笑顔が出たという感じですね。そうですね、下久別平均台の優勝でようやくイリエンコに笑顔が戻りました。ナタリア・イリエンコが優勝、2位が東ドイツのリンドナー、3位にはソビエトのアラ・ミスニックが入りました。この後は床運動をご覧いただきましょう。多分マイ中継とがうまかったと、はい、私は記憶してるんですが、もう少し小さかったですからね、こんなに大きくなったとは知りませんでした。チョイ・メイヒ選手、持ち点が 9.45、 なかなかいいですね。いい得点ですよ。もう少しあの丁寧にね、はい、体操やったらもっと綺麗さが出てくると思いますね。チョイ・メイヒ選手の得点が出ました。 9.40 です。合計 18.85。いい得点でこのチョイ・メイヒ選手がまずリードしています。嬉しそうですね。最後のやっぱりあのドッペルがね、しっかりと両足がピタッとついたらやはりホッとするんでしょうね。そうなんでしょうね、はい、代わってハンガリーのマグドラ・ベンコビッチ選手です。先ほどのコザック選手と同じ15歳です。モダンなフュージョンジャズをテーマ曲に使います。ラインオーバーがありました、はい、この減点はいかがですか。 0.1 なんですけど、ね、やはりそういう構成をしたということで前後でいろいろ引かれますとね、あの認証点とかでねかなり、はい、あの大きな減点になりますね。そうですか、曲をこなしきってないという感じがしますね。そうですか、はい、まあ、しかしひねりをですねうまく中に取り入れました。ここ惜しかったですね、いい連続ですね、はい、だけど2回ひねりでここの部分はご覧のようにラインオーバーがありました、はい、あやはり得点が伸びません。 8.90、 合計 18.15、 ハンガリーのベンコビッチ選手でした。代わってイギリスのチェリル・ベベルストン選手です。アメリカに留学していますのでチャールストンを使います。ちょっとアメリカンスタイルにそうです、ねなっているようですよ。身長が138センチで17歳です。
昔から警戒でね、やはりアメリカの弾丸ね、素晴らしいですから、はい、いいものを身につけてますね。新ダブル宙返り、あーっと開くの忘れてしまいました、勢い余って尻餅になりました。しかしよく動きますね、休まないで。しんどい体操ですね、だいたいコーナーではみんな休みたくなるんですよね、はい、アメリカは昨年あたりからもう休まない体操っていうのでずいぶん研究してきましたね、そうですね、はい、だからこういうあのコーナーあたりでだいたいみんな歩いてしまうんですけどね、はい、全く休まないで続いてそのままこのところからすぐ次へ行くとか、こういう体操ですね、はい、やっぱり相当スタミナがないとできませんですね。そうですね、はい、まあ、チャールストンのどちらかというとこう舞台のダンスのようなそういった要素がたくさん入ったこのベブルストン選手なんですね、はい、得点が 8.85、 あ、やはり先ほどのあの尻餅の部分がだいぶ、ね、影響しましたね。これがなければ相当いい得点が出てますね、持ち点と合わせますと 18.25、 ベブルストン選手でした。さあ、代わって個人総合優勝はできませんでしたけれども、今日は平均台に優勝、ソビエトのナタリア・イリエンコ。曲は去年と変わりません。 Love is Blue、 恋は水色です。去年よりも2センチ身長が伸びまして、150センチ。この2センチをね、たかが2センチと言いますけど、本人にとっては相当な、これはね、負担になるんですよ。そうなんですね。なかなか15歳でこんなね、女性らしい表現ができるなんて素晴らしいですね。一つずつが正確なんです。アクセントを強くして綺麗にしていますね、はい、よく2センチを克服してますよね。そうですか。中にあの宙返り1本のところがね、あそこで今度はきっと世界選手権あたりでは工夫して出てくるのではないかと思いますね。そうですか、はい、あ、無理をしてないですね、決して。だからあとはこのタンプリングをいかに強くしてくるかで、はい、彼女の個人のなんてですかね、上位がかなり違ってくると思いますね、そうですね、はい、去年のソビエト選手権では6位、もちろんナショナルチームの候補に入っています。イリエンコは 9.50、 持ち点と合わせまして 18.80 です。ここまでチョイメンヒが 18.85 でリード、イリエンコがこれに続いています。日本の弘中美幸さんです。さあ、モスクワニュース祭国際体操、今年の14歳の新しい星、女王です。地方っていうのはあの、やっぱりアスタホアを仙台にして非常に美人系統が多いんですね。そうなんですね、はい、アラミスニック、曲はクラシックブラームスのシンフォニーからアレンジしています。
入り技のですねタンブリングに一つ注目していただきたいと思います。天候それからドッペルも、はい、はい、連続ですね。14歳の新星、アラ・ミスニック、まあ、あの対角線をギリギリいっぱい見つかったタンビリングいかがでしたか。はい、最初のね、あれはやっぱり素晴らしいと思いますね。そうですか。これであと塚原が一つぐらい入ったらもう完全にエースの試合、チャンピオンの可能性は高いです ね、はい、これが宙返り1回で高点飛びで1回入ってから、ここでダブル宙返り入ったんですね、はいはい、もう後ろはもうマットの壁ギリギリですね。素晴らしいカウンドを見せています。アラミスニック得点が出ました。 9.70 です。 9.70 したがってゆカウンドはこのアラミスニックが優勝しました。5試点と合わせまして 19.25。 アラミスニック段違い平行棒に続いてこのゆカウンド2種目を制覇しました。新しい星です。大木戸さん、若い選手がですね活躍した今年のモスクワニュース祭、今年は世界選手権の年ですね。そうですね、私は中身が濃かったと思うんです、はい、で各国ともねこれがやはり宣伝のね幕開けなんです。だからそういった意味ではみんな国々が焦ってるわけですね、やはりソビエトは成功しましたね、はい、はい、まあ、そういった意味ではですねモスクワニュース祭今年はやはりそういった秘密兵器を出してきましたね。そうですね、初めから出してきましたね。今年の傾向としましたら、ね、やっぱり跳馬にはひねり系統と宙返りがプラスされたということで、はい、それから段違いでは飛び技と宙返り車輪、これが全部